そんなこと分かってるけど、どうしようもないんだよ。最初からそうしておけばよかったのに、他の女性と子供を作ったのね。本日は藤原の頼道を紹介します。道長の長男として生まれ、エリート街道をひた走った藤原の頼道、約50年間も関白を務め上げるという偉業を達成しますが、思いがけぬ事態から摂関政治を終焉に向かわせてしまうことになりました。父の道長は用意周到に頼道の将来をお膳立てしてくれていたのに、なぜ頼道は失敗してしまったのでしょうか。今回は藤原の頼道の人生を紹介します。藤原の頼道は992年、藤原の道長と源智子の長男として生まれました。道長は当時権の大納言で、宮中で権力を握っていたのは兄の道隆でした。殿、男子でございますよ。道隆の兄上は娘を帝に嫁がせ、息子に関白を引き継ごうとしている。私が頂点に立てる日が来るかどうかは分からないが、立派に育ててやるからな。それから3年が経ち、995年、病気によって道隆、道兼と道長の兄たちが次々と亡くなりました。道隆の嫡男惟親との権力争いにも勝利し、五男の道長が最高権力者となったのです。998年、頼道はわずか7歳にして天井わらわになり、昇殿を許されます。お前はいずれ私の後を継ぐ。しっかり宮中の作法を学ぶのだぞ。はい。1003年に12歳になって元服を済ませると、正五位の下に叙せられました。ちなみに父の道長が元服時に叙位されたのは十五位の下で、正五位の下より2つ下の位でした。道長が正五位の下になったのは986年、21歳の頃でしたから、いかに頼道が優遇されていたのかが分かります。頼道はその後も飛ぶ鳥を落とす勢いで昇進していきます。1006年には15歳で従三位になり、公卿の仲間入りを果たし、1013年にはわずか22歳で権の大納言になりました。エリート街道まっしぐらの頼道を見た村上天皇の第七皇子友平親王は、ぜひ我が娘高姫の婿にと望みます。話を聞いた道長は喜びました。良いか頼道、男の運命は妻次第だ。私も智子と結婚したからこそここまで来ることができたんだ。高姫女王と結婚しなさい。はい。こうして1009年頃、頼道は高姫女王と結婚します。親同士が決めた結婚でしたが、2人の仲は良好でした。しかしいつになっても子供ができません。結婚して子をなすことこそ我が一族の栄華の秘訣。娘は帝に嫁がせて巫女を産ませ、嫡男は後継者として育て上げ、他の男子は自分の補佐役とする。はい。それなのに子供が生まれないとはどういうことか。妻の家柄が良くても子供がいなければどうにもならんぞ。そんなこと分かってるけど、どうしようもないんだよ。ちょうどこの頃、道長は三条天皇と対立していました。三条天皇は冷泉天皇と道長の姉藤原東子の間に生まれており、崋山天皇の異母弟でした。異名は嫌貞と言います。祖父の兼家によく似ており、兼家からは可愛がられていたそうです。冷泉天皇の後は円融天皇、円融天皇の後は崋山天皇が即位し、崋山天皇の後は兼家のもう一人の孫で、円融天皇と兼家の娘明子の間に生まれた一条天皇が即位しました。この際嫌貞親王は立太子されて東宮になりました。986年のことです。孫の一人が帝、そしてもう一人は東宮だぞ。父上は病気、母上はもう亡くなっているけど、僕もいつかは帝になれるのかな。家定親王の東宮時代はなんと25年近く続きました。1011年一条天皇が病に倒れて崩御すると、やっと家定親王が三条天皇として即位しました。東宮には明子の子敦平親王が選ばれます。早く我が孫を即位させたい。三条天皇は邪魔だ。さっさと三条天皇には退位してもらいたい道長と、そんな道長に反抗する三条天皇。三条天皇は道長の甥にあたりますが、2人の仲は険悪でした。しかも運の悪いことに1014年頃になって三条天皇は眼病を患ってしまいます。早く上位されて療養なされた方がよろしいのでは。まだいける。しかし抵抗にも限界があります。そこで三条天皇はある策を思いつきました。そなたの長男には子がいないと聞いたぞ。まことか。寄り道ですね。はい、残念なことにまだ。子がいなくては困るだろう。私の娘忠子を嫁がせてやってもよいぞ。本当ですか。思いがけない提案に道長は喜びます。頼道、お前は忠子内親王と結婚することになったぞ。忠子内親王と結婚。どうしてですか。私にはもう妻がおりますのに。おの子は身柄なり。こんな良い縁談、もう二度とないぞ。結婚するんだ。しかし、そんなことをしたら、高姫女王が悲しみます。私が愛しているのは彼女だけなのです。えい、うるさい。そもそも我が息子ともあろう男が妻を一人しか持たないというのはおかしいんだ。忠子内親王と結婚して子供を作るんだ。強引に縁談を進めようとする父と高姫女王への愛情で頼道は悩みます。そのうち頼道は重病を患ってしまいました。殿、重病ですわ。早く原因を突き止めましょう。怨霊の仕業か。もしかしてこれしかが恨んでいるのか。道長が家事調伏をさせると、高姫女王の父友平親王が怨霊となっていることが分かりました。娘の行く末を心配した友平親王が怨霊となられてしまったのか。こうなっては仕方ない。忠子内親王との縁談はやめだ。こうして頼道と忠子内親王との縁談は立ち消えとなりました。安心した友平親王の怨霊がいなくなったからなのか、あるいは頼道が安心したからなのか分かりませんが、縁談話が消えると頼道も回復してすっかり元気になったそうです。娘を差し出すことで道長を懐柔しようとしたのに失敗した。1016年三条天皇はついに上位し、道長の孫である敦平親王が後一条天皇として即位します。後一条天皇はまだ8歳と幼かったため、道長が摂政になりました。これで我が一族は安泰だな。次は頼道を立派な後継者に育てるぞ。翌1017年に道長は摂政と氏の長者を頼道に譲ります。頼道は内大臣でありながら摂政も務めることになりました。当時頼道はわずか26歳、史上最年少の摂政が誕生したのです。若くして頂点に上り詰めた頼道でしたが、思いがけないことから凋落していくことになります。1017年に摂政、1019年に関白となり、表向きは最高権力者になった頼道ですが、実権を握っていたのは父の道長でした。出家していたとはいえまだまだ元気な道長は時に大勢の前で頼道を罵倒し、感動騒ぎになったこともあったそうです。道長は政治だけでなく頼道のプライベートにまで口出ししました。跡継ぎはどうするんだ。まだ一人もいないじゃないか。はい。高姫女王を溺愛していた頼道ですが、実はまだ子供がいませんでした。2人はその後も仲睦まじく暮らしますが、結局高姫女王との間に子供が生まれることはなかったそうです。ただ生後すぐに父の友平親王を亡くしてしまった高姫女王の弟、源諸房を養育していたと言われています。忠子内親王との結婚に大反対した頼道でしたが、その後、他の女性を妻に迎えていました。1015年、24歳のことです。頼道は、藤原の長頼の娘という、明子に仕えていた女性と結婚しました。もしかしたら、明子に勧められて結婚したのかもしれません。頼道と長頼の娘との間には、男児が生まれたのですが、長頼の娘は出産の際に亡くなり、男児も夭折してしまいます。頼道は最高権力者にまで上り詰めたのに、後継者がいなかったのです。早く他の妻を迎えないと、このままでは我が一族が滅びてしまうぞ。道長は、頼道にふさわしい女性を選ぶことにします。その結果選ばれたのは、源範貞の娘と藤原の淑子でした。源範貞は、友平親王の甥で、源範貞の娘は、高姫に誘われて、頼道に仕えていました。一方、藤原の淑子は、藤原の頼成という中流貴族の娘でしたが、実は、父の頼成は、友平親王の諸子、母親の身分が低かったために養子に出されたという経緯がありました。ですからよし子は友平親王の孫になります。そんなよし子は源智子に仕えており、道長もよく知っている女性でした。二人とも家柄が良いし、それにすでに人となりを知っている。これで決まりだな。1018年から1022年の間に頼道は源範貞の娘と藤原の淑子という二人の女性と結婚します。源範貞の娘との間には、1025年に道房が生まれました。これで、何も思い残すことはない。万寿4年12月4日、つまり、1028年1月3日に、道長は亡くなりました。こうしていよいよ、頼道の時代が到来します。しかしそのスタートは、波乱に満ちていました。道長の死から半年後の1028年6月、現在の千葉県である上総の国、下総の国、阿波の国で反乱が起こります。首謀者は、上総の国と下総の国を支配していた豪族、平忠常でした。国司への反感を覚えていた忠常は、阿波守平惟忠を焼き殺してしまいます。早速公卿たちは、陣の定めを開きました。謀反ですぞ。討伐しなくては。追討使は源頼信がどうだろうか。頼信が常陸介だった頃、忠常は彼に心中していたそうだ。それなら忠常も従いそうですね。大半の公卿が右大臣藤原実資の意見に賛成する中、左大臣の頼道は違いました。私は平直方が良いと思う。実資が推薦した源頼信は藤原道兼、道長に仕えていましたが、平直方は頼道に仕えていました。直方は忠常が敵対している常陸の国の勢力と親しかったため、自分が忠常を討伐することでさらに常陸の国とのつながりを強めたかったのではないかと言われています。こうして頼道の意見が通り、平直方と検非使左衛門の少佐官中原の成道が討伐に向かうことになります。しかし縁起の良い日を選んで派遣したため、直方が出発したのは反乱の発生から約40日後のことでした。これで安心だぞ。数ヶ月で鎮圧されるだろう。私は都の政務に専念しよう。しかし討伐はうまくいきませんでした。忠常なんてすぐに討伐してやるぜ。早く馬を進めろ。あ、ちょっと待ってください。私の母が病気になってしまったそうです。だから何？心配なので一旦帰ろうかと。何言ってるんだ。積極的な平直方と消極的な中原の成道は仲違いをしてしまいます。なんとか関東に到着して討伐を開始したものの、意見が合わないので全く戦果を上げられません。一体何をしている。しびれを切らした頼道は1029年の暮れに中原の成道を解任します。平直方は残って戦っていましたが、やはり戦果を上げることができなかったので1030年の9月に解任されました。源頼信を追討使に任じる。最初からそうしておけばよかったのに。源頼信出立の知らせは平忠常のもとにも届きました。頼信様とは戦えない、降伏しよう。戦闘することもなく忠常はあっさりと降伏します。こうして平忠常の乱は1031年に平定されましたが、3年に及ぶ戦いのせいで房総3カ国は荒廃しきってしまいました。このあと1051年から1062年には陸奥の国で全9年の役が起こり、源頼信の嫡男源頼義と彼の嫡男の源義家が討伐にあたります。こうして源頼信を祖とする河内源氏は勢力を伸ばしていきました。この中からやがて源頼朝が誕生することになります。平忠常の乱での源頼信の成功は鎌倉幕府へとつながっていったのです。1036年後一条天皇が亡くなり、同母帝の後朱雀天皇が即位しました。頼通は天皇の外宿婦として引き続き関白を務めます。父上のように私も自分の娘を入内させないと。しかし娘がいない。頼通は高姫女王の妹が敦康親王との間に産んだ元子を養女とし、後朱雀天皇に入内させて中宮にしました。元子が中宮となったため、すでに後朱雀天皇に嫁いでいた鄭氏内親王は皇后の位に追いやられてしまいます。鄭氏内親王は頼通の妹の清子が三条天皇との間に産んだ子です。ひどいわ、私は巫女も産んだのに宮中にすら入れなくなってしまったのよ。私がお支えします。高仁親王のことも私にお任せください。藤原義信は藤原道長と源明子との間に生まれた子で、頼通の異母弟でした。義信はたびたび暴力事件を起こすほどの血気盛んな性格で、頼通に対抗意識を覚えていました。同じく源智子を母に持つ義信の弟の則道は頼通に従順で、私は父上から頼通を父と思えと言われたのです。兄上はそう習わなかったのですかと義信に皮肉を言うほどだったそうです。父親は同じなのに母親が違うというだけでこれだけ差をつけられるのはおかしい。私だってあの藤原道長の息子なんだぞ。てっぺんを目指してやる。鄭氏内親王が後朱雀天皇との間に産んだ高仁親王は軽んじられ、元服しても誰も嫁入りに来ないというありさまでした。そこで義信は養女の茂子を嫁がせ、高仁親王をサポートしました。一方鄭氏内親王を押しやる形でやってきた素子でしたが、後朱雀天皇に寵愛され2人の皇女を産みました。しかし素子は2人目の皇女を出産した後に亡くなってしまい、巫女が生まれることはありませんでした。ちょうどこの年、頼通に念願の娘が生まれました。母親は藤原義子です。娘は弘子と名付けられ、入内させるべく大切に育てられました。また1042年には義子との間に諸実という息子が生まれます。あと数年したらこの子も養子に出すか。実は頼通は源頼貞の娘と藤原義子の間に何人か男児が生まれていたのですが、嫡男の道房以外は他家に養子に出していました。中には出家した子もいます。金家も道長も自分の子供たちを昇進させて一族の栄華を築いていったのに、なぜ頼通はこんなことをしたのかと疑問に思う方も多いでしょう。一説によると高姫女王が他の女性と子供を作ったのねと深く悲しみ嫉妬したからだと言われています。こうすれば他家との関係も深まるし一石二鳥。しかし嫡男の道房が1044年に創生し頼道の後継者がいなくなってしまいました。そこで頼道は義子との間に生まれた諸実を新たな後継者として育てることにします。我が一族の将来を広子と諸実にかける。1045年、後朱雀天皇が体調を崩し上位することになります。次の帝は東宮親仁、そして次の東宮は高仁だ。高仁親王ですと。何の後ろ盾もない高仁親王を東宮になどできません。どうやら藤原良信が後朱雀天皇に高仁親王を立太子するよう説得していたようでした。頼道は反対しますが、後朱雀天皇は高仁を東宮にという異名を残して崩御します。こうして1045年に親仁親王が即位し後冷泉天皇になると、高仁親王が東宮になります。高仁親王を即位させるわけにはいかない。広子を入内させ巫女を産んでもらおう。1050年、一人娘の広子が後冷泉天皇の皇后となります。明るい性格の広子は後冷泉天皇に寵愛されましたが、子を産むことはありませんでした。こうして頼道の外戚計画は失敗してしまったのです。これが摂関政治を衰退させることになってしまいました。摂関政治の衰退が始まる一方で、頼道自身は栄華を極めていました。1061年、70歳の時に太政大臣となり、関白職は40年目に突入していました。1052年には父道長から受け継いだ別荘氏殿を改修し、平等院鳳凰堂を作ります。この頃は末法思想という釈迦の入滅から2000年経つと仏法が衰え世が混乱するという思想が流行していました。しかも末法の到来はちょうど1052年とされていましたから、平安貴族たちは不安に駆られます。頼道は平等院鳳凰堂を建立し極楽浄土を表現したのです。頼道は父の道長と同じようにわずか1年足らずで太政大臣を辞任しました。1064年、73歳で宇治の長者を異母弟の則道に譲り、関白だけを務めるようになります。しかし1068年に大事件が起こりました。後冷泉天皇が病気になってしまったのです。次の帝は高仁親王か。もう関白は務められん。高仁親王を嫌っていた頼道は関白も辞職することにします。次の関白は諸実に。頼道は嫡男ですでに右大臣になっていた諸実を関白にと望みました。しかし姉の上東門院に反対されてしまいます。父上は頼道の次は則道を関白にとおっしゃっていたわ。諸実に譲るなんて絶対にダメ。じゃあせめて則道の次は諸実を関白にしてくれ。関白を決めるのは私ではありません。帝のお考え次第です。兄に向かって何ということを。頼道は1074年83歳で亡くなりました。その8ヶ月後には姉の上東門院、さらに翌年には則道も亡くなり、次の関白には諸実が就任しました。高仁親王改め後三条天皇は遠久の荘園制リレーを行い、藤原氏は収入が減ってしまい大打撃を受けました。1072年には後三条天皇が上位すると、慶喜の養女である重子が生んだ白河天皇が即位します。白河天皇は諸実とうまくやっていましたが、諸実や諸実の嫡男の諸道が亡くなると権力を強め院政を開始します。こうして摂関政治は終焉を迎えたのでした。いかがでしたでしょうか。今回は藤原頼道を紹介しました。道長の嫡男として生まれた頼道は父が敷いてくれたレールの上をひたすら走り、弱冠26歳にして摂政になります。しかし一人の妻を愛していたため、しばらくは他の妻をめとることもなく、子宝には恵まれませんでした。父の道長や姉の明子に勧められ、村上源氏の血を引く女性たちと結婚しますが、生まれた子供はほとんど養子に出してしまいます。さらに、異母弟の慶喜の怒りも買ってしまい、慶喜は頼道に対抗するように、高仁親王を支援しました。外戚政策に失敗した頼道は、高仁親王を天皇として認めざるを得ません。こうして、藤原氏を外戚としない天皇が誕生することになり、先祖が作り上げ、父、道長が全盛期に導いた、摂関政治は衰退していくこととなりました。この動画が面白かった、勉強になったという方は、ぜひ高評価、コメント、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。